はい、どうもカリエです。ミスターディバインセレクションレアスクラッチ、久々ですね。ミスターの、欲しいと言っていたユニットたちが超絶、かけるフェスゲンだと超絶かける4アップだからな、ハムとビヨンドと、再生進化したモルガン、そしてカナンが、超絶かける4アップしております。で、翡翠が通常確率なんだね。で、この目玉は左側ですね。創世の聖者、そして無聖人ニコラスが、超絶アップということになっております。まあ言ってもその星6フェス限定ですからね、もともと出にくいユニットがね超絶アップ、してるということなんで、あの以前あのベルンが超絶アップしてることも一回あったんですけど、その時も全然出ずだったんですよね。なんで、まあ、今回は確かにニコラスが一番欲しいという意味で今回引くんですけども、まあ、まだね、正直あの、その未所持のユニット、星子のユニットっていうのもちょくちょくいるんですよね。はい。なんだっけ、何シリーズだっけかな。あの、新しいやついたよね。闇光、スクルドとかね、あの辺ですよ。ウルドとスクルドと、あと無属性のベルダンディかな。あたりが、まだ持ってなかったりするのと、あと水属性のサンマ重視の、ポストルかも持っていませんので、その辺狙えたらなと、未所持の星5ユニット狙えたらなというふうに思っております。なんやかんで聖者がまた出そうな気もしてるんですけども、まあそんなこと言ってたら本当に出そうなんで、いきましょう。まあ一応、60連分チップを蓄えておりますんで、とりあえずこの分引いていきましょうかね。ボックスも整理してきましたので行きましょう。で、あと9連引くと、プラス88がついたミスターキングエッグ、キングエッグですね、とりあえずもらえるみたいなんですけども、その辺もねもらいつつ9連めくっていきたいと思います。ニコラスが出てたらもう終わりですね。ということでいきなり赤文字でございます。行きましょう。赤文字はね、7枚以上2次確定ということでございます。さあ、まあこの辺は所持ってるよね所持っているユニットが多数出てきますね。まあもう勢いでどんどん引いちゃいましょうかね。なんやかんやも赤文字じゃなくても大体7枚ぐらいはこういうの出てきそうだよね。あ、新しいシリーズのやつですね。これは誰だ？スクルドかですね。闇属性のユニットでございます。神族ですよね。はい。これシフト、3になるのかな？神族の。ちょっとあんまり詳しいことはちゃんと見てなかったんですけども、ちょっとパッと見てみきましょうか。敵単体を攻撃力 ×50 倍の闇属性攻撃と、さらに全ての場に闇パネルを1枚ずつセット。ほう。場をクリアせずに1枚ずつセットってことは、まあ、闇属性だけで言うとナーガとかと結構相性いいですねこれ。ほうほう。で、闇水でノーマルスキル2で全体攻撃があったりするね。この辺はなんかブーストスキルとかつきそうですね。おー、いきなり新規ユニットをゲットでございます。ありがとうございます。さあ、まあどんどんこういうの来てほしいね。闇多めですね。闇多めですねすげえない？闇が9枚中6枚偏りましたね。いきましょう。さあ、まあそろそろなんか動きがあってもいいと思うんだけど、おお、オール虹どうでしょう。超絶アップってどんなもんなんでしょうね本当にねまあ出ないと思う。ジュリエット来たね。ジュリエット、はい、この真ん中下の、サマジューシの子はすで、に持っております。いきましょう。もう半分めくってるよ。早いな。二次率は相当いいですね。あとは運よく星6フェス限が引けたらなと思うんですけど、おー、モルガン来ましたね。いいですね。これはあれかな、あのプラスはついてないんだね、通常のユニットたちには。もう9連でおまけでつくだけなのね。はい、フェス限にプラスもともとついてないのってなかなかちょっと珍しいですよね。はい、9連あと何回引ける ?3 回引けねえな2回だ。とりあえず2回引きましょう。9連2次
持率は相当いいからね、まあまあかぶってもまあポイントにはなるからね。おお、無の流れ来てる、無の妖精の流れ来てるよ、無の妖精の流れ、おいないかなもうとりあえず今の持っているチップ分は最後です。もうちょっと続けるかもしれないけど、とりあえず9連いきましょう。いや、虹率は相当いいんだけどね、こんだけ虹出てるとさすがに気持ちいいねさあ、いやー、さすがに来ないか、難しいよな。通常確率ですら出ないけど、超絶アップもそんなにだろうなこれね。つうか超絶かける4アップしてるフェスゲンモルガンしか出なかったなこれちょっと運悪かったのかな。どうしようかな、単発6回引いてみます。もうちょっと引きたいんですけども、いきましょう。え、2回目の単発、ほい、惜しいよ。いや、単発で引けたら奇跡でしょう、ソガちゃん。あと4回引いてみますか。いや、本当は9連でめくった方がね、プラスもらえるからいいんだけどね。いや、おー、ヘイズ。とりあえず、あと3回引いていきますよ。とりあえず真ん中でガンガン引いていきますかね。OK、行きましょう。あと2回でございます。さあ、どうでしょう。とりあえずラスト、単発ラストでいきます。ほい、これが単発最後だ。どうよ。おおベルダンディかな、新規で最後ゲットしました、ありがとうございますいや、もう出ないと思ってたから次の工程に行こうとしてたさっきのスクルーズと同じシリーズのやつですね。これも神族のシフト4になる感じなのか、シフト4じゃない、シフト3になる感じかな。はい、アクティブスキルもちょっと似たような感じですね。ただノーマルスキル2がないのでパッシブつくのかなちょっとこれはね、ちょっといずれちょっと確認していきたいと思いますが、リンクはまあついてないからね。はい、ということで、とりあえず今60連ですね、実質60連引いていきました。もうちょっと引きましょうか、ちょっとチップ入れてきますね。はい、ということでチップ入れてきました。とりあえずあと5回あと5回9連したいと思います。ちょっと中途半端かもしれないんですけども、まあ育成用のチップとかも残しておきたいんで、9連をあと5回で締めたいと思います。よろしくお願いします。ということでいきましょう。まあそれで出るとは限らないんだが、まあでも途中で出たらまあそれで終わろうかなと思ってるんですけども、もう完全にニコラス狙いで引いてるな俺ついでになんか出てくれたらなと思ってるんだけど、やっぱり欲しいよね。さあ、あと4回です。いやー、出ないかなやっぱり。いや、なんだこれ、急に金率高くなったけど、どうなんでしょうか。パーシバル、ジョーイ、ドロッシー、スズダメかな。あと3回あと3回引きます。9連あれっていうか、普通のフェスゲームもモルガンしか出てねえな。なんだ、どうしたモルガン以降普通のフェスゲーム出てないね。超絶かける4アップ微妙だなね。あと2回ですね。わあ、終わっちゃう。まあ今回も出ないか、さすがにな、残念だけど。おおおおおわあ、あっという間のラストです行きましょうか。これで最後にします。これが最後です。お願いします。おかわ、赤文字赤文字ですね。
いい締めができそうですね、これ。いきます。まあ7枚は確定かな。お、8枚かな。あ、7枚か。お願いします。何かダメかわお、全然ダメでしたね成果としては、ちょっと入手順見ますか。いや、フェスゲン出なかったね。モルガンしか出なかった。これですね。あ、でもレベルマックスなんだ、みんな。はぁ、何回引いた？結構引いたよね。残念な結果ですね、これは。なかなか。もうちょっとフェスゲン出てくれたらね、喜んでたんだけど、創世の聖者やニコラスすら出ずですね。まあまあ、でも、まあそうですね、でも新規ユニットが2体ですね、スクルドとベルダンディが、ゲットできましたんで、まあまあまあ、なかなか、結果としては残せたかなっていう感じかな。これ、これですね。はい。ということで、ミスターディバインセレクション。まあまあ、でも、二次率は相当いいので、運が良ければ、星6フェスゲームも、早めに引けるんじゃないかなとは思いますが、今回はちょっと運悪めでございましたが、まあまあ、また機会があれば、ちょっと引いていこうかなと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。